おでんくん。はい、おでんくん続きからやっていきたいと思います。本日でこのおでんくんのお話は多分最終回になるんですよね。早いもので、はい、敵はなたい、はい、これノルマですから、はい、来た偽おでんくん。いじめっ子のジャガーと銀杏坊主、暇を持て余していた二人はおでんくんを見つけてニヤニヤ笑いです。あら、よくないわね。イントネーションも違ったわ今。ニヤニヤ笑いね。いい暇つぶしない手がいたな、あの野郎。またからかってやるか。でもなんだかよ、このおでんくん、いつものおでんくんとちょっと違うみたいです。偽おでんくんはあのイケメン枠ですからね、言うて。一応ね、まだミニゲームが開放されていないので、それはあの次回あのミニゲームを開放するという回にして、それが終わり次第このゲームは最終回ということになるのかな、動画的には。そっか、これが終わってしまったらもういよいよおでんくんのゲームはもうないので、そうですね、長かったおでんくんの実況シリーズもラストを迎えるということで寂しいですね。おい、もちき、相変わらず間抜け夏らしやがって。こんなところで何やってんだよ。静かにしてくれないか。僕は今この川の魚たちと対話を楽しんでいるんだ。おでんくんは全然ジャガーを相手にしません。怒ったジャガーはいつもみたいにおならをしましたが、おでんくんはそれでも涼しい顔をしていました。おでんくんは立ち上がると何も言わずに歩き出してしまいました。おい、逃げるのか。ふっ、子供の相手は苦手なんだ。おでんくんはそれだけ言って行ってしまいました。ジャガーはもうカンカンです。なんだあいつ、面白くねえぞ。バカにされたような気がするジャガー。まあそうね、されてるね。うわぁ、つみれちゃん謎のポーズ。それ何？どうしたの？何のポーズそれ？不思議。ねえ。つみれちゃんってやっぱ結構不思議な存在なんだよね。これもね、アニメはね、見たはずなんだけど、なんでだろう、記憶にない、このつみれちゃんのポーズ。つみれちゃんにあんまり興味がないってこと？否定できないわね。否定はできないわね。一人でダンスの練習をしていたつみれちゃん。突然拍手の音がしたと思ったら、おでんくんでした。ブラボー、君のダンスについ見とれちゃった。そう?つみれちゃんが照れるとおでんくんは言いました。お嬢さん、僕と一曲踊っていただけませんか？イケメンだな。うわ、動く部分つみれちゃんなんだ。あららららららら。すごい表情していたわよ、今つみれちゃん。もうヒロインのような表情していたね。まるで。ちょっと難しいな。待ってよ、これはこうでしょ、でこうで、これここの辺だと思うんだけど、で、こうでこうでこうか。すごーい。ほら見て、ヒロインの顔してるね。全つみれちゃんファン歓喜の映像じゃない。まあ、ちょっといるかわからないんですけどね。ちょっとね、私社交ダンスなんて大丈夫、僕に任せて。おでんくんはつみれちゃんの手を取って踊り出しました。つみれちゃんはすっかり夢見心地です。素敵なダンスをありがとう。踊り終わるとおでんくんはどっかへ行ってしまいました。ね、色味すごくない、なんか何この色味、え、卵ちゃん何拾ってるの、ゴミ。
ゴミ拾いかな。夕方だとしてもすごいなんかピンクが鮮やかよね。こうでこうでこう、これでも色味的に分かりやすくていいわ。たまごちゃん、道にノートが落ちているのを見つけました。あら、誰かの落とし物かしら。たまごちゃん、中を読んでみました。何でも知ってるつもりでも本当は知らないことがたくさんあるんだよ。おでんのつゆはなぜしょっぱいの？それは僕の涙味、白い卵のその中の君を思って泣いたのさ。あったなこれ。俺やっぱイケメンなんだよね。でも私はおでんくんのが好きですよ。普通のナチュラルおでんくん、素敵な詩だわ。読み終えるとたまごちゃんはうっとりしていました。それ気に入った。突然後ろから声がして振り返るとおでんくんでした。おでんくん、これあなたが書いたの？君は僕を知ってるの？僕は君を知らない。何言ってるのよおでんくん、今日のおでんくんなんか変よ。たまごちゃんは顔を赤くしておでんくんを見ています。そっか、何でも知ってるつもりでも本当は知らないことがたくさんあるのね。私きっと本当のおでんくんを知らなかったんだわ。その詩を君に捧げるよ。じゃあね、かわいい卵のお嬢さん。そう言っておでんくんは去っていきました。これ何が辛いってさ、普通のおでんくんにはさそんなスキルないってところなんだよね。そうなんだよな、切ないよな。なんかの日、おでんくんは帰る途中でたまごちゃんとつみれちゃんに会いました。やあ、どうしたの？おでんくんが聞くと二人とも照れて別にと答えます。実は二人ともおでんくんを待っていたのです。おでんくんは二人と一緒に帰ることになりました。じゃがじゃじゃがじゃじゃ、待ってたぜ巾着野郎。三人が歩いているとジャガーが待ち伏せしていました。ジャガーは昨日のことを根に持っているのです。奈良に立ち向かう勇気と正義、今日こそ見せてやる。おでんくんは怖いのを我慢してジャガーに立ち向かうことにしました。偉いよね。まあでもあれなんだよね、そのなんて言えばいいんだろう、なんだろうね一歩どころか二三歩レベル上なんだよね、あの偽おでんくんって。今日パズルの調子いい気がする。このポーズ好きよおでんくん。かわいいよね。ジャガーが今にも習うしようとした時です。向こうから誰かが歩いてきました。そう、昨日のかっこいいおでんくんです。おでんくんが二人？たまごちゃんもつみれちゃんもびっくり。あったな。ジャガーの顔赤いんだよな。つみれちゃん嫌だみたいな顔してるけどちゃんと見てるんだよね。ね、がっつり見てるんだよね、なんならね。それで言うと卵ちゃんを見てるんだよね。何でも知ってるつもりでもね。後から現れたおでんくんは持っていた釣り竿でジャガーのズボンを取り上げてしまいました。女子に見られちゃって恥ずかしすぎ、ズボンを取られたジャガーは顔を赤くして逃げていきました。その辺可愛い男子よね。なんでこれ卵ちゃんちょっとブチ切れてるのかわかんないんだけど、え、なんかブチ切れる要素ありました？俺ブチ切れてるよ。怖いね、すぐ怒るんだから。
君誰？おでんくんはもう一人のおでんくんに来ました。僕は偽おでんくんだ。え、偽？君は僕の偽物か？僕は本物の僕だよ。偽おでんくんが言うと、女の子たちもかっこいい偽おでんくんの最悪。私こっちが本物だと思う。僕は本物の偽おでんくんさ。喋った。本物って一体なんだ？君は本物かい？君はもしかしたら偽おでんくんなんじゃないかい？おでんくんは偽おでんくんの言うことを聞いているうちに訳が分からなくなってきました。偽の偽？本物の偽だから、僕は誰なんだ？つらい。ちょっとかわいそう。でも未だに私、偽おでんくんの概念ってよく分かってないんだよね。どういうことなの？あんまでもその深くは語られないもんね。アニメでもね。こうでこう。顔。おでんくんの顔。あと、おでんくんと偽おでんくんは味同じなのかな？僕は僕、君は君、それでいいじゃないか。頭がこんがらがったおでんくんに偽おでんくんは言いました。するとちょうどそこへお箸が伸びてきて偽おでんくんをつかみました。呼ばれたみたいだ。じゃあみんな、またどこかで会おう。こうして偽おでんくんはおでんくんと残念がある女の子たちを残して去っていたのでした。いいよね。よし。さあ、ラスト、戦え、メカおでんくん。大好き、この話。神回だよね。え？敵はなたい。まさかのアイキャッチ、ガングロたまごちゃん？神。めちゃくちゃ神。村外れのなんだか不気味な場所へジャガーと銀杏坊主がやってきました。でっかいジャガイモあったジャガー。山のてっぺんにある大きな岩をジャガイモと勘違いしたジャガーは、それを食べようとして、大岩を動かしてしまいました。よくないわね。出たこいつ。なんだっけ、カビなんだっけ。カビルンルンみたいな存在だよね、確か。カビルンルンではないんだっけ。なんだっけね。もうそういうジャンルの方だったと思うんだけど。方。ちょっと彼の体分かりづらいわね。するとみるみる山が崩れて中から大きな怪物が出てきました。グオー。怪物はジャガーを捕まえるとカビを撒き散らしながらおでん村の方へと歩き出しました。やっぱカビだったわ。カビルンルンだ。怖いよねって。そうだ、この時のガングロたまごちゃんマジギャルなんだよね。あ、たまごちゃんもだったわ。この二人だけこの時服違うんだよね。マジギャルね。怪物がおでん村やってくるのを最初に見つけたたまごちゃんとこんにゃくくんとちくわぶ、慌ててみんなに知らせにやってきました。大変だ、ジャガーが見たこともない怪物にやられてるんだ。大根先生とからし先生はちくわくんの望遠鏡で怪物を見るととても驚いて言いました。あいつは、とからし先生。そうじゃ、カビギャラガーじゃ、と大根先生。カビギャラガーはおでんたちを永遠の死に追いやってしまう恐ろしい怪物なのです。怖すぎるよね。冷静に怖すぎ。なんかもはやナウシカかなってぐらい怖いもんね。これナウシカでしょ？違う？ちょっと私が見たナウシカとはちょっと違うけど。でもナウシカじゃない？大根先生はおでんくんたちに言いました。その昔、おでん村はカビギャラガーによって滅亡の危機に陥ったことがあるんじゃ。カビギャラガーはどこからともなくおでん村に現れ、周囲をカビで腐らせておでん村を壊滅させようとしたのじゃ。わしらは必死であいつを岩山に封じ込めたのじゃが、まさかこの時代に蘇るとは。
トビギャラガーにはおでんたちではとても叶いそうにありません。でもおでんくんは勇敢にもカビギャラガーに飛びかかっていきなり強くない？飛びかかるの。待て、カビギャラガー。僕が相手だ。偉くない？感動。どういうシーンこれ。ねえ。ガングロ卵ちゃん。カラシ先生。この服好きよ、私。ガングロ卵ちゃんのファンキーガールみたいなの。とってもいいよね。うん。ウィナー君いたの？いたのとか言う。でもやっぱりおでんくんはすぐにやられてしまいました。みんな、おでんくんに勇気を送るのじゃ。ドラゴンボールみたいな。大根先生が言うとみんなおでんくんに勇気を送り始めました。するとどうでしょう。おでんくんの頭が光り出しました。おでんくん、ついにあれを出す時が来たようじゃ。はい、大根先生。みんな勇気をありがとう。おでんくんはかんぴょうの鉢巻きをスルスルとほどきました。データ、え、待って、難しそう。データとか言ってる場合じゃないんだけど。色味がおでんくんの世界ではなかなかない色味だから、ちょっと。こうで、こうで。ちょっと難しいよね。はい。メカおでんくん1号だ。ででん。おでんくんが巾着の中からメカおでんくんを取り出すと、最初は小さかったメカおでんくんはみるみる大きくなってカビギャラガーと同じぐらいの大きさになりました。いいね。なんかでもこの後覚えてるよ、私。戦いが結構激しくて、その時になんかガングロ卵ちゃんじゃないわ、卵ちゃんがなんか急に切れるんだよね。なんかね、そのシーンだけ覚え、ちゃんと覚えてる。許せないと思ったもん。おでんくんはメカおでんくんの中に乗り込みました。出動だ、ででん。メカおでんくん1号発進。あ、でもこれが動くシーンではないんだね。そっか。てっきりここが動くかなと思ったんだけど。そういえばそうだったな。あの、地上にまでいて戦うは確か。そうだそうだ。すごいね、臨場感のあるバトルをね、繰り広げるのよ。これはマジでアニメで見てほしいって感じ。おでんくんってな、なんかその配信サイトにもあんまりないのが、ちょっとあれですよね。見づらい環境なのがね。メカおでんくんが突き飛ばして転ばせると、カビギャラガーはその拍子にジャガーを手放しました。ここじゃまずい。場所を移さなくちゃ。おでんくんは言いました。ここではみんなが巻き添えになってしまいます。メカおでんくんはカビギャラガーを捕まえると、背中から出したロケットでお鍋の外へ飛び出しました。お鍋の外へやってきました。屋台のおじさんはちょうど眠っていて、メカおでんくんたちに気づきません。怒ったカビギャラがメカおでんくんを投げ飛ばしました。白熱した戦いよね。なんだっけこれ、武器名なんだっけ、もちもちソード、いや違うな、なんだっけな、あれもちもちソードで合ってるかな。当てたら神。でもメカオデンくん負けていません。メカオデンくんのお腹が、じゃあ頭だ、頭が開くと中から剣が出てきました。うわすごい臨場感。見て、なんかバトルアニメを見ているかのようなね、このクオリティ。素晴らしいよね。これどこだ、こっちか、中央こっちか、はいはい、こう
おでこ、ほらバトルアニメかのような動きよね。恵まれた作画って感じ。うん、レンレンソードだ。うわ、悔しい。おでんくんが叫ぶと同時にメカおでんくんは戦う、高くジャンプしてカビギャラガーに切りかかりました。レンレン騒動を食らったカビギャラガーは爆発して跡形もなく消えてしまいました。爆発、これもいいシーンよね。なんて言えばいいんだろう、アルマゲドンかなみたいな。これで例えでアルマゲドン出してもわからないか今。そうだよね、アルマゲドンってもうわからない世代の方が多いよね。ごめんなさい、もっとみんながわかるものでね表現したいなと思うんだけど、こうでこう、じゃがちょっとカビてる。ご苦労だったな、おでんくん。おでん村に帰ってきたおでんくんに大根先生が言いました。僕だけの力じゃないですよ、みんなの勇気がカビギャラガーを倒したんですよ。大根先生うなずきました。うむ、これからもみんなでおでん村を守るんじゃ。こうしておでん村の平和は守られたのです。おしまい。平和ね。ということで、ちょっとエンディング見ましょうか。初めてちゃんとね。いやー、いよいよね、これで神様喋ったね、喋ったかな。とりあえずですね、踊りかわいい。敵はなたい2006年なんだ。そっか、そうだよね。一応まあミニゲームがまだ解放されてないんでね、次回はだからガングロたまごちゃんと、まあ、たまごちゃんのあの個人なんかストーリーじゃないパズルをちょぴっとやってミニゲーム解放してミニゲーム遊んで終わりですかね。いよいよだ、終わりが近いね。あ、でもこの画像さっきもあったよね。嘘でしょ。とりあえずおでんくんってそうだよね、別にないもんな。なんかハドソンさんもうちょっと作ってよって、てかハドソンでもないんだっけ。そうだよね、確かハドソンもないもんね。よし、ということでこのおでんくんパズルの大今日も美味しいぞ。この卵ちゃん、ガングロ卵ちゃん、まあ、つみれちゃんもあるんか。もうこの辺やって終わるって感じですかね。はい、ということで今回これで一旦終わりたいと思います。バイバイ。